キッズゲームス。やっほー、チャンネル登録してね。いいねボタンもポチッと。トイレで24時間生活。トイレ？なんでトイレなんだよ。ルールは簡単。巨大トイレの中に入ってミニゲームをクリアしてポイントを稼ぐだけ。もらったポイントは何かに使えるの？いろんな便利アイテムが買えるよ。でも最後にポイントの多い方が勝ちだから使いすぎには注意してね。オッケー。それじゃあ早速スタート。始まった。トイレの中か。何して過ごせばいいんだろう。マジカルバナナしよう。いいね。マジカルバナナ。バナナと言ったら黄色。黄色と言ったらレモン。レモンと言ったら酸っぱい。酸っぱいと言ったら梅干し。梅干しと言ったらバナナ。そうそう、梅干しと言ったらバナナ。ってそんなわけねえだろ。バナナのこと考えてたら間違えた。しっかりしてくれよな。二人とも楽しそう。私も混ざりたいけど今日は頑張って実況させてもらうよ。まずは一つ目のミニゲーム行ってみよう。あ、なになに？トイレットペーパーを作れ。白いコンクリートブロックを使って綺麗なトイレットペーパーを作ってね。そんなの簡単じゃん。負けないぞ。制限時間は5分。よーい、ドン。いやー、よいしょよいしょ。クモリン選手勢いがすごい。ビービー選手は綺麗に伸びてる。こんなの早ければ早いほどいいよね。速さも大事だけど見た目も大事だよ。残り2分。もっともっと。いい調子いい調子。あと少し。残り10秒。ラストスパート。おらー。はい、終了。2人ともここまで。まずはBB、どこまで伸ばせたかな。どうだ。すごい綺麗に作れてるね。さすがBB。えへへ。次はクモリン。じゃーん。なにこれ。ところどころ途切れてるし、ちょっと見た目が良くないかも。しかもこのトイレットペーパー細すぎだろ。ま、頑張ったのに。これはBBの勝利。勝ったBBには100ポイントプレゼント。わーい、マミーン。クモリンが0ポイント、BBは100ポイント。ポイントでアイテム交換をする。僕はないからできないよ。僕もまだいいかな。オッケー。クモリンは最初にどんなアイテム交換するか決めてる？僕は豪華なベッドかな。高っ、100ポイントもするじゃん。でもさ、せっかくだしいいベッドで寝たいよね。まあ確かにね。わざわざ高ポイントアイテムを狙うとは、これは簡単に勝てるかもな。さあ2つ目のミニゲームいくよ。トイレしたのは誰？犯人を見つけ出せ！だよ！ここは名探偵クモリンの時間だね！次も負けないよ！最初に推理の手がかりを出すから覚えてね！それじゃ、スタート！手がかりはこれだよ！うっさーい！右から、クモのうんち、ゾンビのうんち、エンダードラゴンのうんち！よし、覚えた！じゃあ、問題出すね！ドドン。これは誰のかな。1、クモ。2、ウィッチ。3、クリーパー。クリーパー。なんでやねん。答えは1のクモ。正解。次はこれ、誰だ。1、ラベジャー。2、エンダードラゴン。3、エンダーマン。エンダーマン。2のエンダードラゴン。ビービーまた正解。お前適当に答えてるだろ。そんなことないよ。こりゃ図星だな。3問目、誰だ。1、エンダードラゴン。2、クモ。3、ウィッチ。これもクモだ。正解。ビービー答えるの早いよ。こんなの簡単に分かっちゃうもん。なんですと。じゃあ最終問題、これは誰かな。1、エンダードラゴン。2、ゾンビ。3、クモ。どっちだっけ。
2番のゾンビ。クモリン大正解。やったー。ここで当てずっぽが当たるのかよ。これは勝負じゃないから、クリアした2人に50ポイントずつプレゼントだよ。やったー、ポイントゲットだ。僕は150ポイントだ。って、なになに、緊急事態？わー、マグマだ。間違ってトイレに流れ込んできたんだね。ここで緊急ミッション。奥にあるマグマ給水装置を起動しろ。勝った方にはポイントをプレゼントだよ。それならもう行かないと。ちょっと待ってよ、ビービー。急げー。よっ、このまままっすぐ。どうしよう、このまま後ろを追いかけても負けちゃう。あ、なんか発見。こっちから行けるかも。ダッシュダッシュ。もう少し。ボタンあった、ポチッとな。クモリンの勝ち。追加で100ポイント。100。裏道があるなんて気づかなかった。クモリン天才です。合計ポイントはクモリン150ポイント、 BB も150ポイント同点だね。いっぱい溜まったし、お買い物したい。いいよ、何買う？豪華なベッドと豪華なご飯に。100ポイントと50ポイントで合計150ポイントです。わーい、最高。そんなに使っていいの？これから頑張れば OK。 じゃあ僕は普通のベッドとパンを1つ。50ポイントと30ポイントで合計80ポイントです。これで今の残りポイントは70ポイントか。もう夜だし、明日に向けてゆっくり休んでね。まずはこの豪華なご飯を。美味しい。パンでもお腹は十分に満たされるし、節約しないとね。食べたら眠くなってきた。わー、ふかふかで気持ちいい。くもりん、いいな。でも勝つためなら仕方ない。おやすみなさい。おはよう。おはよう、くもりん。二人とも起きたみたいだね。それじゃあ早速ミニゲーム行くよ。この10本のウォータースライダーを滑ってポイントをゲット。滑れる本数は3本までです。まずは1本目から。好きな位置についてね。僕はここ。じゃあ僕はこっちにする。滑っていいよ。ここは50ポイント。10ポイントだけ。くもりん、残念。じゃあ次、2本目決めて。今度はここ。端っこ。いってらっしゃい。水冷たい。50ポイント。僕も同じ。最後だよ。どこにする？ここだ。お願い。どうなるかな？やったー。150ポイントだ。僕200ポイント。二人ともすごい。大量ゲットおめでとう。クモリンが260ポイント、BB が250ポイントゲット。合計ポイントはクモリン260、BB は320で60ポイント差だね。あれ、もしかして僕やばい？これは俺の勝ちで決まりだな。最後のミニゲームは運命のアイテム探し。これで勝敗が決まるね。リンゴが10ポイント、お肉が50ポイント、ダイヤが100ポイントだよ。ダイヤ見つけるぞ。いいものは奥にあるはず。このチェストだ。ここまで来てリンゴだと？10ポイントはきついな。わあ、なんだここ。どうやって来たか覚えてないけど、まあいいや。わあ、しかもダイヤ。ピッピー。ミニゲーム&24時間生活も終了。2人ともお疲れ様。それじゃ、取れたアイテム見せて。はい。じゃんじゃーん。ダイヤ見つけられたの？結構難しいところに隠したのに。おいおい、嘘だろ。ってことは結果発表。クモリン360ポイント、BB が330ポイントでクモリンの勝ち。やったねー。最後の最後で逆転負けかよ。今回のゲームどうだった？楽しかったよーってお友達はいいねを押してね。最後は負けちゃったけど、トイレで24時間生活
しかった。ゲームは終わったけどさ、このポイントで何がもらえないの？え、クマには何が欲しいの？100万円のお家。そんなのもらえるわけねえだろ。そうだ、バナナだけでもください。どうしようどうしようどうしよう。そんなに慌ててどうしたのクモリン？僕たちのお家が大変なことになってるんだよ。お家が？どういうこと？とにかくザンさんもこっち来て。これ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 、 TNT がこんなにたくさん。しかも24時間後には全部爆発しちゃう次元爆弾。このままだとお家が飛んでっちゃうよ。どうしようザンさん。なんとかして TNT の爆発を止める方法は。キャッキャッキャッ、お前ら気分はどうだ。うわノイズ。気分最悪だよ。どうせこれもノイズの仕業でしょ。よくわかったな。じゃあ早くこの TNT を止めてよ。いやなかった。おい逃げるな。こんにゃろん。なんだろうこれ。ノイズの落とし物だ。これは次元爆弾の止め方が書いてあるよ。どうやって止めるの？次元爆弾を止めるには黄金のクワが必要なんだって。黄金のクワって何？金で作ったクワだよ。あ、この前洞窟で見つけたやつ余ってるかも。それなら急いで作りに行かなきゃ。作ろう作ろう。まずは金をかまどで焼いて金のインゴットを2つ作る。次にチェストを使って棒2本と金のインゴット2つをクラフトすれば出来上がり。早く壊しに行こう。あれあれれれれ、なんで TNT が壊れないよ。おかしいな、これで壊れるはずなんだけど。こうなったら僕の最終兵器エナジードリンク。味はもちろんバナナ味。逆にバナナ以外何食べてるの？解除できるわけないでしょ。はあ、違うよクモリン。端の方を見て、端の方。あ、黄金のクワでも爆弾解除クワと書いてあるもの以外では止められないよって書いてある。そんなのどこにあるの？場所は洞窟の中、海の中、ゾンビハウス。あ、裏に地図がある。これを頼りに行ってみよう。頑張って見つけるぞ。まずは洞窟から見てみよう。オッケー。なかった。じゃあこっち。見つからないや。もう少しだけ奥に行ってみよう。他の場所も探してみた方がいいかも。次は海に来たよ。爆弾解除のクワありますように。お魚さんヤッホー。爆弾解除のクワ知りませんか？お魚さんに聞いてもわかるわけないでしょ。ないよクモリン。これこれ、またチェストだ。爆弾解除のクワ出てこい。外れだ。ってことはゾンビハウス。いやだ。でも行かないと僕たちのお家が。怖いけど頑張ろう。行くよクモリン。全部倒してやるぞ。行け行け。うりゃー、こんなにたくさんいるの？いやー、勝てない。あの数は無理だよ。一旦家に戻って装備を整えてから行ってみよう。もうここはダイヤ装備しかないでしょ。あの最強装備か。じゃじゃーん、キラキラしててかっこいい。これでもう一回行ってみよう。やってやる。このこのこの、おりゃりゃー。あともう少しだよ。えい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 。
これ落とし物だよ。これは俺様だけが持ってる爆弾の解除方法が書いてある紙じゃないか。くっくさー、覚えてろよ。次はお前らごとぶっ飛ばしてやるんだからな。そうだ、俺様のことは飛ばすんじゃねえ。今日はクモリンと二人でパン屋さんを作っていくよ。僕たちが上手に作れるように応援してくれるお友達はいいねを押してね。まずは外側からやっていこう。オッケー。床と壁を作っていくよ。コンコンコン、タン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 。いろんなパンが置けるようにお部屋を大きく。壁は外からでもパンが並んでいるのがよく見えるようにガラスブロックを多めに使おう。ほいほいほい、いい感じ。次は屋根だね。階段ブロックをパンパンパン。あとは入り口にドアをつけたり、ちょっとした駐車場も作ったら外側完成。で、クモリンどこ行った？助けてー、クリーパー。いやー、ありゃりゃ、僕たちの作ったパン屋さんが。早く直さなきゃ。でももう暗くなってきちゃったし、直すのは明日にしない？そうだね。じゃあまたね。はーい、やっちゃった。せっかく頑張って作ったのに。ん？何あれ？あ、猫？なんでここに？うん、拾ってくださいって書いてある。もしかしてこの子の家族いないのかな？どうしよう。あ、そうだ、僕のお家で飼ってあげればいいんじゃん。どうやって連れて帰ればいいんだ？ご飯あげたら懐いてくれるかな？今はジャガイモと人参しかないけど食べてくれるかな？あれ、逃げちゃうよ。今日は諦めて明日の朝つくもに聞いてみよう。よし、落ち着いた。もう夜遅いから寝るよ。おやすみなさい。いろいろ聞きに行こう。つくも、猫ってどうやったら懐いてくれるか知ってる？猫の懐かせ方ね。知ってるわよ。教えて教えて。猫は警戒心が強いから近づく時は走らず、ゆっくり近づくの。なるほど。手には猫の好物の生魚を持って、近くに来たら何度かあげてみて。ハートが出たら成功よ。焼いた後の魚じゃダメなの？ダメよ、釣った生の魚だけね。焼いた魚は食べてくれないわ。わかった、ありがとう、つくもん。いいえ、頑張ってね、くもりん。よし、魚たくさん釣るぞ。ほい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 。ふう、これくらいあれば十分かな。そしたら、昨日猫のいた場所に戻ってこの魚をあげてみよう。あ、いたいた、よかった。まずはゆっくり近づいて生魚を出す。すごい、近くに寄ってきてくれた。お魚どうぞ。やった、ハート出たよ。これで今日から僕の猫ちゃんだ。よろしくね。せっかくだしビービーにも見せてあげよう。とくまりん、おはよう。ねえ、見て見て、僕の新しい家族。うわ、猫だ、かわいい。でしょでしょ。じゃあ今日はこの子に僕たちのパン屋さん作りを応援してもらおう。頑張るぞ。えいえい、おー。まずは昨日壊れた部分を直して、よいしょよいしょ、じゃーん、元通り。そしたら内装の部分に移るよ。奥のレジから作っていこう。白いブロックを一つ置いて、隣に柵をポンと。周りも綺麗に飾り付けたらレジ完成。やったね。次はパンを製造するところを作るよ。パンを焼くところだ。そうだよ、パンを作るのに必要な材料を並べたり、冷蔵庫、あとはパンを焼くためのオーブンを置けば、ここも完成。最後はパンをたくさん並べていくよ。ハーフブロックを置いて上にパンを並べる。ポン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 。真ん中はテーブルを置いて、その上にパンを乗せてね。ど
決まってんだろ。ドーン。できた。パン屋さん完成です。真似して作ってみたいと思ったお友達はいいねを押してね。他にもやってほしいことがあったら LINE で教えて。よし、これでみんなを呼んでパン屋さんごっこできる。楽しそう。どうしたの？猫の近くでクリーパーが爆発すると思ったらいきなり逃げたんだけど、どうなってるの？ああ、それはね、クリーパーは猫が苦手だからよ。そうなんだ。それならいつ襲ってきても大丈夫じゃん。可愛いだけじゃないんだね。いい発見だよ。じゃああと100匹くらい猫連れてこよう。100匹？どうやって連れてくるの？バナナあげたら寄ってこないかな。持ってくるわけないだろうが。そうだ、バナナ好きの猫がいてもいいのに。今日はかくれんぼをして遊んでいくよ。やったー、かくれんぼ大好き。でも普通のかくれんぼとは少し違うんだ。どういうこと？いろんな道具に変身して隠れるんだよ。変身？楽しそう。こんな風に変身できるんだよ。変化の術だね。時間内まで見つからなかったら僕たちの勝ち。よし、やるぞ。かくれんぼ好きだよってお友達はいいねしてね。あ、シーカーが目を覚ましちゃった。シーカー？なんで急に隠れたの？シーカーっていうのは鬼ごっこの鬼のことだよ。見つける人ってどんな人なの？あ、まずい。今なんかいたよ。あれがシーカーだよ。あれが？全然可愛くないじゃん。来てる。わー、シーカーがあんな怖いモンスターだと思わなかったよ。見つかりにくい場所でじっとしてた方がいいかもね。こんなが小さいから絶対バレないよ。ナイスアイディア。どこに隠れよう。もう目を覚ましたの？早すぎるよ。早く隠れなきゃ。もっと奥に行ってみよう。忍法、変化の術。大きくてバレそう。いや、もしかしたらシーカーも木だとは思わないかも。気になりきるぞ。あれ、サンサン、クモリ、プリロ。この声はプリロがシーカーなの？違うよ。でも近くにいるみたいだね。こんな大きいとすぐバレちゃうよ。あー、ちょっと、シーカーがどこにいるか見つけないと。そんなことしたらバレちゃうよ。シーカーの場所が分かれば隠れやすくなるよ。プリル、この隠れんぼやったことあるの？うん、前に一度やったことあるんだ。それは頼もしいよ。よーし、私に任せて。とりあえずこの辺にいれば大丈夫。残り2分切ったよ。え、シーカーだ。大丈夫、まだバレてないよ。こっち来ないで。じゃあ全然大丈夫じゃないじゃん。見つからないと思ったんだけどな。前にやった時はどうだったの？前も見つかっちゃったんだよね。見つかったんかい。てへ。ああ、いいところ見せたかったんだけどな。あ、ステージ変わった。今度こそはバレないように頑張るぞ。3人で乗り切ろう。シーカーが目を覚ましたみたいだよ。早く隠れなきゃ。変化の術、これなら絶対にバレなさそうだね。来たよ。大丈夫大丈夫。さすがにこんな隙間まで見るわけないよね。探してる探してる。近くまで来てるよ。絶対にバレないよ。このまま上の階に行ってくれないかな。またこっち来た。もうしつこいな。早くあっち行ってよ。なんでよ。普通あんな隙間まで見ないよ。悔しい。なんで変化の術使ってるのにバレるんだろう。確かに不思議だよね。見た目だけじゃなくて中身も気になりきればいいんだよ。中身？変身したものの気持ちになれば完璧に溶け込めるはず。じゃあ今から完璧に土管になるね。
だんだんクモリンが本当の土管に見えてきた。これならいけるかも。うん、もう、もう無理。ああ、ちょっと。じっとしてるの疲れる。うまくいってたのに。わっ、ちーこ早く遠くに逃げて。とりあえず変化の術。ここ、コーン多すぎだよ。こんなにあったらバレちゃう。別の場所に移動しよう。この隙間いいかも。でもここ明るくない？もうちょっと暗い場所探してみよう。急に出てこないでね。そんなこと言うと本当に出てきそうだよ。ここにはいなさそうだね。ここスタートの場所だから逆にいないのかも。いい場所見つけたね。うーん、隠れてるだけじゃ退屈だな。かくれんぼなんだから当たり前でしょ。ちょっとパトロールしてくる。見つかっちゃうって。平気平気。で、うわぁ、あそこにいたかもしれない。見間違いじゃなくて、もう一回見てみたら。やっぱり本物だ。すごい探してるよ。いった、ここから離れよう。そーっと。あと30秒切ってるからね。ここまで来たら絶対に逃げ切ろうね。うん、逃げ切ってやる。5 4 3 2 1。やったー。とうとうシーカーに勝ったぞ。最後の最後で捕まるかと思ったよ。ほんとほんと、クモリンのせいでしょ。そうだ、いると思わなかったんだもん。この部屋をじっくり見てみよう。そうだね。あと12時間しかないのに何も手がかりが見つからないよ。姉さんさん、ここのカーペットの裏に何かある。本当？これは隠し通路だ。クモリン天才です。ここを抜ければ刑務所を出られるかも。頑張るぞ。あの隠し通路を見つけられるとはな。面白いのはこれからだ。この先のセキュリティはそう簡単には破られないからな。うわー、スケルトンがたくさん。お願いだから通してくだ。痛い。ガガガ、バカめ。そのまま突っ走っても通れねえよ。普通に通るのは無理そうだね。じゃあこの扉かな。暗証番号がわからないと開かないみたい。暗証番号？僕知らないよ。あ、これがヒントなんじゃないかな。おまけがヒューノロノロ。お菓子をくれなきゃいたずらしちゃうぞ。どういうこと？これってもしかしてハロウィンのことじゃないかな。あ、確かに。ハロウィンは確か10月の最後の日、31だ。31日でしょ。10月31日ということは1031かな。が打ってみる。やった、開いた。正解だったみたいだね。これで先に進めるぞ。何
に一つ目のセキュリティが破られただと。なかなかやるな。次はそう簡単にはいかないぜ。なにこれ、動いてる。タイミングよく飛ばないと。モクに任せて。キュイ、あーダメか。次は僕が。えいえい。うわー、なかなか難しいね。誰